きつける太陽のもと、国熱実に130度を犯して、我が陸軍精鋭部隊は軍機を放置、マンダレーへの街道を歩む。離程表は物語る104マイル。未だマンダレーへの道近しとせず。しかもあらゆる困難を突破して、強行に強行を重ねる我が軍の猛進撃は、イギリス重慶合作の連合軍を随所に細く殲滅しての快進撃。すなわち飯田最高指揮官統率のもとに、3月下旬頓宮を一気に抜き去った皇軍は、燃焼ルート貫通の決意も固く一路北上。北は雲南省に踏み入り、西はインドに面して厳然たる陣を主幹とする。休む暇もない進撃に、暑さは厳しく喉は渇く。敵軍よりも頑強な悪役の逆襲もある。されど必勝の信念あくまで高く、士気極めて旺盛なり。敗敵を追って部落にいれば、重慶軍司令官英立校が儚い功戦の跡をとどめている。これに引き換え、皇軍を心から信頼するビルマ民衆の歓迎ぶりは、涙のにじむような熱烈さ。この辺りはすでに敵軍の逃げ足早く、ビルマ人の被害は意外に少なかったのである。イギリス軍を撃て、重慶軍を葬れと、ビルマ旗を掲げ、美しい清水を捧げて民衆は慕い寄る。見よ、余すところ82マイル、マンダレーへ近づいた。ビルマ炎焼ルートの心臓部、マンダレーを守らんと、敵は橋を落とす。この哀れな作戦を感じと笑って、飯田最高指揮官の命令一下、マンダレー攻略の火蓋は切られました。5月1日、ランヌーン突入よりわずか54日にして、勢力実に620キロ。不当のうちに尊くも散った戦友の骨を胸に、マンダレーへ入城。ここに北部ビルマの最大拠点は、ついに陥落しました。英将連合軍が、
飽くなき焦土戦術に、ビルマ文化を誇る最大の宮都も今は見る影もなく破壊し尽くされた。イギリス軍、重慶軍一兵たりとも許すべからず、北へ奥地へ宮廷の軍は進められていく。